いいじゃないですか。いやありがとうございます。素敵。いやそう言っていただけると嬉しいです。いやー。ちゃん、頑張ったよね。金魚を突っ走ってる人間は、うん、本当に素敵です。こういうの見せていただけてありがとうございます。どれが一番好きですか。どれが好きってきっと見た時の私がその時によって好きなものが違ってくると思います。だから今日はこっちが好きだったり明日は向こうが好きだったり、だってみんな素敵でしょ。人がいる人の高さとか悲しさとか嬉しさとかそういうのがやっぱり自分の前にしかなるから、好きな写真が前に伝わると思います。わー、素敵です、ね、ありがとうございます。本当にここにある写真がこちらで、その時その時でパッとこう見れるって嬉しいです。出版おめでとうございます。ありがとうございます。水墨画家の玉泉先生です。今日は本当にいらしてくださってありがとうございます。先生もね、クラファンでね、先生って言って怒るんだけども、ここにね、お名前を寄せさせていただいて、一緒に出版をさせていただきたいと思っております。名前とかそういうのは別に構わないです。どうでもいいです。でも一緒にこういうのはいろんな人に見ていただきたいです。お一人お一人にこれから届けていきたいと思ってます。はい、ここにある幸せをみんなに届けられるといいですね。ありがとうございます。はい、カット。